かっこよくない？ゼロプロです。よろしくお願いいたします。今回は渋谷スクランブルフィギュアさんのデコレーションマスターを見させていただいております。このフィギュア本当にでっかくて、同じ位置である私の手の大きさなんだけど、7分の1スケールでこの大きさ、私てっきり4分の1ぐらいなのかと思ってた。でかすぎじゃない？本当にゼノンと並べてもゼノンにね、コガホ効果が生まれるぐらいにはでかいから、みんなにもこの迫力は多分画面越しでもね伝わっとると思うけど、やっぱりこの迫力のフィギュアを紹介するだけだったらさ、もったいないと思うんだよね。今回はいかにこのフィギュアを迫力を強調して見せられるかっていうアニメーション作り対決をしようと思います。なんと優勝者にはこのフィギュアが与えられます。いやでも個人的にはこのフィギュアの特徴ってエフェクト、羽だと思うんだよね、うん、この細かいエフェクトとかをアニメーションとかで分かりやすくできればもっと視聴者さんに魅力を伝えれるんじゃねえかなと。ほんとね、渋スクさんのフィギュアはクオリティがすごいのよね。今回もさ、服の縫い目とかさ、髪の毛の塗装とかほんとに細かいから、いかにこの良さを伝えられるか、うん、今回は完成したアニメをどうぞってするんじゃなくて、編集の工程も皆さんに見せようと思うので、普段 YouTuber はこんな感じで編集してるんだよっていうのも合わせて楽しんでいただけたらと思います。はい、じゃあ完成までしばしバイバイ。はい、というわけでようやくアニメが完成しました。いやー、お疲れ様です。いやー、何年かかったことやら。どうしよう、自信ある？ない。バクマン。僕の方のコンセプトがありまして、僕が目指したのは最近のソシャゲ。結構ソシャゲって画像があって、その画像が動くようなイラストが最近多いなと思ったんですよ。で、今回そのフィギュアっていうもともと動かないものを動かすっていうことだったんで、ソシャゲをね参考に作ってみたらどうなるのかなってことで作ったのがこちらです。今回はこちらの画像を元に映像の方を作成していきます。エフェクトを動かしたいので、フィギュアの上からエフェクトの画像だけを切り抜いていきます。切り抜きのクオリティが完成してくるね、動画のクオリティにもかなり左右してきますんで、細かく細かくね、微調整を繰り返しながら切り抜いていきます。遠くから見たり近くから見たりして違和感がないかも見ながら、調整していきます。切り抜いたものに補正をかけて、より見やすくなるようにして変更を加えていっています。切り抜いた場所がどうしてもフィギュアに空白ができてしまって、後に動かした時に違和感をね与えてしまう原因となってしまうので、そちらの方をね、穴埋めという作業をねメインに今回は動画作成しました。同様の穴埋め作業を他にもだいたい10箇所ぐらいに施したんで、僕の今回の作った動画作りの一番時間をかけたところはこの穴埋め作業です。続いてこちらのマスクの修正ですね。模様が入ってるんで、後からね自分で修正加えようにも、模様を描くことがねめちゃくちゃ難しかったんで、別角度の写真から同じねマスクの画像を持ってきて上に重ね合わせてます。こうすることでね、もともとあのマスクがね削られていないかのように修正できるんで、まあ、こういうね動画編集したかったよっていう人はぜひ使ってみてはいかがでしょうか。で、最後に色味も合わせて違和感ないように補正してます。羽ですが、こちらはねもうほとんどがエフェクトで削られきってしまったので、マスクと同様に別画像から全く違う角度の羽ではあるんですが、全体像が見えるものを持ってきてます。で、それの角度を整えることで、現在のね羽と同じ形にして合体させて違和感なく修正することができました。おー、危ねえ。これ後半だったらちょっと気まずい空気なっとった。すべて自分でリムル君の体を作り直しまして、やばー、この仮面とかも全部なくなっちゃうんですけど、羽とかも本来は空白になるはずの部分も姿が見える形でやってるっていう、アニメとしてはしょぼいけどこういうこだわり持って作りました。なるほどねって感じです。
おお。いやみんな編集ってめっちゃ難しいんだよ。ね。言うて我々素人だからね。で許してほしいです。私は最近歌ってみたでとある MV を真似て作ったことがあって、たった3分の動画だったんだけど、15時間くらいかかるぐらい結構こだわったのよ。だからそれみたいな感じ。というわけでね、いつもこんな感じで動画をパーッと見てカットして、パーッと見てカットしてっていう感じでいらない部分を切っていってます。めちゃめちゃ動き早く見えると思うんだけど、マウスのショートカットにカットしやすいようにね、ポタちゃんがプログラム入れてくれたので、それでめちゃめちゃ早いだけで、そんな早くないかもしんない。結構ね、編集って細かい作業を繰り返さなきゃいけなくて、割と私はね好きではないんだよね。でとりあえずね、フィギュアだけでクオリティの高いアニメを目指すのは私にはちょっと難しかったので、テロップでごまかそうと思って今なんかそれっぽいテロップを入れてみてます。でテロップの周りにね、四角い枠を入れてそれを別に動かすことによって、なんかめっちゃおしゃれっぽく見えるんじゃないかっていうのを今これめちゃめちゃ早送りでやってみてる。どう？なんかちょっと雰囲気出てこなかった？でこんな感じでエフェクトとかも入れて、もうとりあえずエフェクト入れればごまかせるからと思っていつもエフェクトでごまかしてる節はある。こんな感じで色味とかを変えてめちゃめちゃ雰囲気を出すのをね、もう細かく細かくやってます。こうやって見るとさ、同じところずっとやってるよね。もうこれをひたすら繰り返してます。毎日投稿してる YouTuber はやばい。え、こうやってさ早送りで見るとなんかめちゃめちゃかっこよくない？めちゃめちゃ編集できる人みたい。かっこいい。ちょっとかっこいいってコメントに書いといてね。歌ってみたの動画の編集をした時にイラストの中の目を光らせるっていう技術を学んで、ちょっとそれをやってみてる。これだけでもちょっと色味がないのに目だけ光ってるように見えてかっこよくない？プロちゃんに編集のメイキング動画でもあげよっかな。ゼノプロ美術部の皆さんもぜひイラストメイキングを出してほしい。私こういう動画大好き。はい、って感じでこんな感じになったんですけども、私はここで力尽きました。MV チックな CM っぽい感じの動画を作ってみましたが、気合は最初だけ。これだけ忘れないで。あ、恥ずかしいね、これ人に見せるの。汗汗。どんなの作ったんだろう。かっこよくない？めっちゃいいじゃん。あ、ここも手抜き。いや、かっこいいかっこいい。ちょっと待って、背景かぶっとるんだけど。あ、ゼノは本当に CM 風のアニメを作ったんだ。うん。めっちゃいいじゃん。途中めっちゃ手抜きじゃなかった？いや、全然そんなことないと思う。あ、本当？うん。まぁ、ちょっと静止が多めだなって思ったけど。うん、動かすの疲れて、もう私にはこれ以上できないと思って。いや、でもすごいわ。さすがやっぱ、編集長年やってるだけありますわ。恥ずかしいね、こうやって人に見せる。ね。僕とゼノンで方向性全然違うけどさ、クオリティの違いでもうなんかちょっと僕恥ずかしくなって。いや、アニメ作るのってめっちゃすごいね。アニメっていうかもう動いた静止画って感じだもんね。ね、僕らのはね。というわけで今回紹介したのは転生したスライムだったっけ、通称テンスラのリムルテンペストのデコレーションマスターをね、僕らが参考にして作った動画でした。こちらは渋谷スクランブルフィギュアさんから出ているフィギュアですので、もし気になった方は概要欄のリンクの方からぜひとも買ってみてください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。この動画に少しでもアニメーターってすごいならと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価のよろしくお願いいたします。概要欄にこちらのリンク貼っときますので、ぜひとも見てください。過去